thank you 皆様こんばんはこんばんばは。1>, 1月25日金曜日日本文化チャンネル桜、沖縄の声のお時間です当番組は2002委員会友の会共産広告広告主そう TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしておりますキャスターの恵美龍之介と申します 金城テルと申しししまますよろしくお願い,いたします、えー、今日のヘッドラインは、1、異常な沖縄県の状況、沖縄県民騙しのテクニック、2、沖縄オリオンビール株式 TOB、沖縄戦後レジウムの終焉、3、日露首脳会談、露呈した日本外交の限界、4、 国際ロマンス詐欺に注意。五、メディアの責任。ですねで。詳細いきます、えー。我が国を取り巻く情勢は激変しております。米中対立は経済のみ,のみならず、軍事的にも非常に高まっております。中国は米国を恐れて日本に接近しておりますが、残念ながら我が国政府はこれに対する警戒心が不足しております。 韓国の動きも要注意ですどうも韓国は北朝鮮の核に魅力を感じ始めており金正恩ョン体制下の北朝鮮と連邦国家を作り投進しようとしているようですね。投信とは東に進む要するに日本の属国化です。その前段階として今どんな田舎に行ってもねハングル文字がもう徹底し浸透してきてるんですね。あ いいつでででも日本に行けるぞという感じでですね、えー、だからこそ東シナ海上空で哨戒飛行をする我が海上自衛隊哨戒機に対して射撃管制レーダーを照準したり、えー、あるいは嘘のあのシーンを作って威嚇,飛行し威嚇超低空を飛行したといってですね、えー 問題をこじらせようとしてるんですね。これは国民の皆様はここで立ち上がらないと本当に気づいた時には手遅れという状況になるんじゃないかと私は思っております。これは県民の皆さんに呼び沖縄県民の皆さんに呼びかけたいんですけど県外に出て外から沖縄を見る,沖縄を見るとねこれはもう異常ですね仕事はしないで騒いでばっかりいる。うん でこの視点でいくと、沖縄米軍基地、とりわけアメリカ海兵隊の存在、運用が天王山になると思,思います。うん、辺野古・普天間海兵隊基地に対するあらゆる工作、妨害活動が今後さらにエスカレートしていくものと思われます。県内外の国を愛する皆様、左翼及び第三国からの工作には毅然として立ち向かいましょう。異常を感じたら、 この我々の沖縄戦国確保を守る実行委員会の、えー、ホームページにぜひ情報,情報を提供してください。次いきます。1、異常な沖縄県の状況、沖縄県民騙しのテクニック。えー えー、県民の皆様、政治騒乱に傾斜しすぎではありませんか、沖縄で手広く飲食チェーンをのむ一財界人が、私に次の放送でぜひこれを言ってくれということで、私にメモ書きを渡してくださったんですね、えー、この方が言われるにはね、沖縄の女性はよく働くと、ところが沖縄の男性、無断欠勤が多くて、管理職はとても務まらないと任せられない。 大きな注文が入ってきていてもこのこの無断欠勤したりするもんだから非常に営業に困難を期待していると支障を期待しているとしたがって雇用形態は地元出身者を除外せざるを得ないと今那覇市内を見渡せば主要飲食店はほとんどが県外出身経営者で占められていますで管理職給与が低いと口を開けば差別差別と一般 地元の男性たちは言ってるけどもおかしいんじゃないかとやるべきことやれと辺野古なんとかかんとか住民投票とか言う前に、うん、まず自分が生活の糧を稼いでから家ということですよねそういうことを厳しくあの話しておりました、うん、で戦前に目を転ずれば沖縄のメインストリート首里坂下からトンドまで。はいはい メインストリートは沖縄人の経営する店は1軒だけしかなかったブスクマという油屋だけです、ええ、あとは全部広島山口鹿児島出身の商人が占める商店だけでですね沖,沖縄の地元のか方々は女性の方は店員さん男性はデッチ要するにボ,ボーイですね、うん、ことをやってたんですねで私が尊敬し,しておりますこう宮里真正先生はですね 遺言言でここうういうことを言われていました廃藩置県後の失敗を繰り返すなと廃藩置県直後もですね、うん、沖縄県民は清掃に明け暮れて本来行う,行うべき生産活動を置き去りにしていたと、えー、だから内地との格差がこんなに開いていったとな、えーえー、なるほど,なるほどで今度取り残された沖縄の県民たちは何を言ったか、うん、差別されてるって言って共産主義運動に走っていった要求、えー、格差が開いていく。 ちょっと今,似てますね今にそっくりですね、はい、で私はね、これはあの今、財布活動している連長にプレゼントしたい言葉があります、これは昭和7年の12月6日、はい、沖縄振興 15, 15か年計画が閣議決定したときに、沖縄県の代表のあの挨拶文の一節ですね、うん、いたずらに制度の改変、うん、自,治自治権の確立と、形式の整備に余念なく、その実を忘れたる。 誠に今時極まにりなし、うん、要するに今と同じで綺麗事ばっかり言ってですよ先生言ってあるいはまた自治権の確立、うん、地方自治とかやらそんなこと言ってね仕事もしないではい、はい、こういうことをしてもう社会が非常に遅れていくと、はい、国際競争からですね、えーえー、これで昭和7年に大変我々は後悔しているということを反省したのにねはい、はい、沖縄では歴史学習がないもんだから。うん 同じ失敗を何回も繰り返すんですわ、はい、ワンちゃんみたいにね犬猫みたいに、はい、もう今日は私は沖縄県を愛し,愛してるもんだから厳しいこと言わせてもらいますよだ誰もねこれだけあの一刀両断に言うのはいないと思うんですけどね、はい、もうここで沖縄県民反省しないとねまた同じ戦前の失敗を繰り返していくあのそうですそこはね本当に沖縄が外を見,外を見,見えないんですよ 自分のここだけを考えて外がどういうふうに発展していってるかそうですねで私はい、あのもう今の人たちは宮里真正と言っても沖縄県民はすぐ恩人を忘れる癖があるからね、うん、宮里真正って言っても「は宮里真正って誰だったかね」って思いますから私が説明しておきますね。 最後の琉球政府副主席、はい、当時は屋良長兵衛さんが主席だったんだけど屋良長兵衛さんは行政能力は全くなし、はい、ただお聞きを外労働組合に担がれてきた担が,担が上げられただるまみたいな存在、はいはい、実質的にはこの宮里真翔さんが全部運営していったんですね、はいはい、しっかりした歴史観を持っていたからとにかく廃藩治験の時の失敗を繰り返すなっていうことで命がけでやっていった。 お兄様はね学徒出陣で陸軍のパイロットになってですね先生<ー>元,部沖元部沖の敵艦にチランから飛び上がってきて体、はい、当たりして戦死されたんですよ<ー>で体当たりされる前にね元部半島を一周して、うん、ぐるっと回ってね花束をコクピットから投下したっていうエピソードのある方なんですね<ー>非常に沖縄を弟さんにあたる宮里真章先生もね 命がけで沖縄のために戦う,戦うという気迫があったもんだから、はい、あの立ち直るかった沖縄の労働組合この年中も歯が立たなかったんですよ。第38回衆議院議員選挙において沖縄全県,全県区から当選自由民主党に属してですね、はい、1990年第2次海部内閣の時の沖縄開発省政務次官でした、はいまあ、残念ながら2003年に若くして心不全で 那覇市内の病院で亡くなられたんですけど今もあの先生の言葉がですね何度も私を心によぎるんですね、うん、沖縄を頼むぞと頼むぞと沖縄県民は歴史を勉強しないから同じ失敗を何度も繰り返すんだという話ですね本当に惜しい方ですよこの方私もよく知ってますけどスピーチも上手くてですね彼が演説、はい、演説すると死後するのが一人もいなかったですね、はい、圧倒的なあのオーラを持っていました はい、こういった人たちがいなくなりましたね先生残念ながら今の沖縄はね、うんうん、みんな小物になっちゃって本当にもったいないです、ねはい、はい。で次いきます沖縄県民騙しのテクニックこれは沖縄のメディアとか財布がやってるまずキャプションによる世論,世論誘導新聞広告は沖辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票 ところが最玉団体が使う言葉はね、うん、名護市辺野古の,の新基地建設の埋め立ての賛否を問う新基地建設っ言ってるんですよこれこれこれこっちですね <laughs> 新基地建設、うん、正確には既存代替施設の一部き合埋め立てっていう表現が適当だとあの正,確正当だと思うんですねで埋め,立て面埋め立て面積が160ヘクタールです 那覇空港沖合を今埋め立てている面積とほぼ同じなんですね。ええ、埋め立て反対って北部でいうくせに、その連中は那覇に来たら何も言わない。<laughs> こういうね、これこそこの連中が言う差別ですよね。それこそ矛盾してますよね。矛盾してますね。埋め立て面積比率。すでに沖縄県はね。えー、復帰後。 ヘクタールを埋め立て,てきました今度埋め立てる元部が元部に辺野古が160ヘクタールだからね、えー、埋め立て面積の6%にしか過ぎないでつい最近まで中城湾の埋め立てもね地元の自然保護団体が反対するのを押し切って埋め立ててしたじゃないですか沖縄県とその沖縄市がね自分たちを埋め立てるくせに日本政府が埋め立てたら反対と。だから <laughs> で戦後の埋め立て面積はね2600ヘクタールに達するんですよ。うん、で今後もまた沖縄県および各市町村が2000ヘクタール以上の埋め立て計画があるもんですから、ええ、将来的にはね4600ヘクタール対 160, 160ヘクタールになるんですね。ええ、6%から3.4%の比率しかならないんですよね。うん それを自然保護自然然保保護護ばかり言これは彼らが言う差別を絶対に自分たちがやってるわけですよ、うん、そうですね差別を、はい、そこに気がつかないんですねでまたね私は思うんですけど今から私はこのオリオンビール沖縄のオリオンビールがですね沖縄代表的な産業であるオリオンビールが株式公開買い付けであのこれから沖縄県の沖縄県からこう脱却していきますから。はい この時に話しようと思っているんですけどこの反対運動している労働組合沖競争これはねもうとにかくね仕事はしないでとにかく反対運動ばっかり後藤昇さんっていう日本の財界のトップの方がねふき前に <laughs> 沖縄には民間に迎賓館に相当するようなホテルがない,ないからということで。 東急ホテルを作ったんですね作ったらそこに入ってきた従業員が、はい、沖縄自民党背中上白に騙されてみんな労働争議するようになってそうですね佐藤総理が沖縄復帰のためにということでまず視察に来られた時にあのシャットアウトしてですね、はい、ピケを張って。 うん、それで結局最終的には東急ホテルも撤も撤退退しししていったたですよね撤退しましたねまこういう沖縄最悪の欠点っていうのはね「王をあざで返す連中」「感謝の気持ちをもわなければ額に汗水たらしてですね働いて生活の糧を得る」という、うん、人間としての当然やる,やるべきこともしないすぐ経営者に対して金よこせっていう感じですよね。えーえー まあそういうい感じで今から申し上げるオーリオンビールもですね相当な労働,あの労働運動の横やりを受けながらもここまで頑張ってきたんですねそういうことがあったから松下天気がほら取りやめたじゃないですかここにあの大きな敷地もちゃんと伊都満にですね。はい、松下幸之助さんが沖縄戦で被害を受けて大変だろうから、はい、ということでね、はい、土地も買収終わって、はい、いざ沖縄に進出しようとした時に。 待てよ、沖縄の労働者は仕事はしないで政治運動ばっかりするか,するからっていうことを聞いて、はい、直前にね中,中止してね、ええ、その土地を県に寄付したですよねそうですそういうことが過去にあるんですよ本当にはいはい、うん、次いきますね この方も私はね、沖縄経済のために,ためには非常に活躍されたと思う,思う方です、この具志堅総生,生さん、いつもパーティーとか集まりがある時には、必ずオリオンビールのこのキャップをかぶってね、大きくアピールされている方でした、うんねこの、このことに関して、今日申し上げたいと思います。なななるほどなるほほどど、うん、立派な方でした<え> 内地の方々もご存知かと思うんですけどオリオンビールが野村ホールディングスとアメリカ投資ファンドカーライルグループが共同出資するオーシャンホールディングスオーツがですね1月24日から株式公開買い付けを開始するんですそしてオリオンビールを完全公開社公開社化するんですね 回収総額が約570億円、うん、で創立時の資本金は1億5000万だったんだけどこれだけ利益を膨らましてきたんですね、うん、これ大したもんだと思うんですよ、はい、1> で1株当たりなんと7万,万9200円で買い取るようなんですね、うん、ちなみに琉球銀行株 この十分の一にも見しません。一、えー、株千百七十円。えー、ここまでね、うん、下に汗して具志堅総生産はね、うん、コツ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 ビール会社を作って、現代のオリオンビールを作ってきたわけですよね。うそう、気づいたわけですね。気づいたわけですね。この方の壮絶な人生を私は紹介したいと思います。最後から相当な嫌がらせとね、えー、ゆすりたかりにあったんだけど、びくともせずにね、うんうん、今日を気づ,いて気づいていったんですね。うん えー、で県内新聞社はねなんかまた社説なんか読むとこの反対意見を述べてるんですね、うん、オリオンビールは沖縄県民のビールだってふざけるなって、うん、お前たちだって労働組合支援してたじゃないかって言いたいですねでこのオリオンビールについて申し上げますとオリオンビールは19年に1957年昭和32年5月18日、うん 具志堅氏は戦後沖縄の社会経済復興には第二次産業を起こさなければいけないという強い意志があったんですね具志堅さんのこの思いが沖縄を代表する製造業へと発展を遂げましたで創業時の年齢がなんと61歳で共産党 人民党ですね、背中上次郎が主導する労働葬儀が消結を極め、葬儀停止に追い込まれる時も多々ありました、うん、1960年代後半ですね、はい、ところが具志堅さんは決してひるまなかった、他の経営者の方々は、労働組合から相当な嫌がらせを受けて、精神的に異常をきたす方もおられたんですけど、具志堅さんはひるま,ひるまなかった。うん、なぜか 具志堅さんはね、体格は小さいんですけど、ものすごいファイトファイトマンだったんですよ。<ー>私も幼い頃の記憶にはっきり覚えております。<ー>親に連れられて。米軍のパーティー行くと具志堅さんがね。この,このオーリオンビールのキャップをかぶって、大きくスタンドスタンドプレーしてですね。は絶えず広告と自らやっておられたんですよ。<ー>で。なぜ具志堅さんが強いこの。信念と行動力を持っていたか。これはね、沖縄戦が彼の。 ファイトを作ったんですね沖縄戦の時には那覇,那覇警察署の署長として島田明知事を護衛し沖縄戦最終の地で部下那覇署員たちにもうすでに戦争はもうこれで終わったと言って米軍に部下,部下の署員たちを降伏させた後、ええ、拳銃で自決しようとしてこう引き金を引こうとした時にですね、ええ、不発で弾がそれでやむなく米軍に投降したっていう 方でした。<ー>で、彼のリーダーシップがすごかったのは、絶えず、社員にですね。ね経営、経営への三角意識、うん、営業意識を醸成していて。指揮官、戦闘型のリーダーでしたね。常、うん、在戦場の社風を育成して、蘇生す、炊飯の。経営の、経営をしておられ,おられました。<ー>はい。で。 これが晩年の時の晩年の写し写真ですね。警察官から叩き上げてつい<あ>に沖縄の代表的な、えー、ビール会社を発展して育成していくわけですけど、はい、まあね私も一度昼食をごちそうになったことがあるんですよ防衛大学の学生の頃ですね。はい、まあこの思い出も申し上げたいな申し上げたいと思います。 <laughs> これはね、最近気づいたんですけどこの先生このオリオンビールの,この三つ星これな何かなと思ってたんですねはい、はい、これはね当時沖縄の統治権者であった高等弁務官、うんはい、階級がアメリカ陸軍中将だったんですよ、うん、中将は三つ星なんですねなるほどこれはねオリオンビールはアメリカ政府の支援を受けて、はい、そして発展 反映してきたもんですから。その感謝の思いも込めて、私の頃はあくまでも推論ですよ。なるほどね、感謝の思いを込めてですね、ずっとこの三つ星を続けてきたと思うんですね。やっぱり恩を知るっていう人ですね。やっぱりね、この道徳を知り恩を知る人がリーダーだと。部下たちも自然に 忠誠心ロイヤリティーができていくと思うんですけどそういういことですね上に立つやつが嘘つきでね、うん、あの日和見的だったらみんな部下たちはモラルが低下していくと思うんですね。でこのすさまじい彼の人生を紹介しますと明治29年におろくまぎりに古城,まぎり古城今でいうと名橋柿の花に生まれました。はは島尻農学校を中退しして警官となりましたけど 警官となってて勤務してたんですね<は>昭和16年道東を訪問した第21代県知事早川源これなでこの宮古先生が言ったかというとですね、ええ、沖縄に赴任してきて久、ええ、松ご由緒ご存知でしょう、ええ、日露戦争の時に北上していくロシアバルシク艦隊を発見して宮古、うん、からは宮古か,からはらは 宮古にはであのー、電信施設,施設がなかったもんだから石垣の電信施設まで行かんといけなかったから宮古、うん、から石垣まで決死隊でですね、えー、5名の青年たちが、あのー、沖縄のサバには越えていったんですね。というう、はい、<時>な話ですよねそうなんですで。これは教科書にもなって非常に沖縄県民が称賛されたんですけど、はい、早川知事は沖縄に不倫されてですね まだ不倫された昭和16年には2人生き残っていたん生存してたんですよ。えー、このの人にに表敬挨拶たために行ってたんです先生、えー、でその早川知事を案内したのがこの若き日の具志堅総生さんなんでさん、えー、なんですね。えー、それで非常にてきばき動くもんだから非常に気に入れられて、うん、すぐ沖縄本島の所に戻されてどんどん病死に出世して警察署長になっていくわけです。あ それで最終的には那覇署の署長になっていくわけですね。なるほど,なるほど、うん。で戦後はさっきのように壮絶な沖縄戦を体験しつつですね、戦後はまた新しく出発されてアメリカ統治下で都民政府の民政府知事をやられたんですけどそれから1948年に沖縄本島に戻ってきてえまず味噌醤油会社を創立したということですね、えー。うん やっぱりね僕はこのファイトだと思うんですよファイトがあるとねやっぱりいろんな方に見出されて抜擢されて出世していくわけですよねだから沖縄の青少年たちがですね平和教育平和教育っていうことでくだらんこの 歯車が逆回転するそう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 、ね、こういったね自死電中の方がぜひ現れてせ若い青年たちが現れてほしいなと思うんですね。そうで,すねでこれはねアメリカ政府の功績も評価せんといけないと思うのはですね1956年会社設立の1年前琉球商工会議所の総会でバジャーアメリカ民政府首席民政官が うん、次に沖縄において起こすべき企業は、うん、ビールとセメントである米国民政府も協力を惜しまないと訓示をされたんですね、うん、これに触発されて一、うん、年かけて会社を立ち上げていくわけですよ、うんうん、で、1957年にまず創立でしょ1958年に えー、社名をオリオ,ンオリオンということにします最初は沖縄ビールっていうか名称だったんですけどね社名をオリオンいうオオリオンビールに決定するんですね、えー、でこ,のこれを命,令命名された方は当時コンクールがあったんですね、うん、こ,のこの新聞に市場に出て賞金80ドルぐらい上げるということで、えー、今でいうと80万円ですね、えー、上げるということでコンクールがあったもんだから。 那覇市首里に住まわれておられた宮平義さんがオリオンっていうことを提案したらこれが採用されたんですね、えー、<laughs> 多分宮平義さんは私どっかで名前聞いたことがあるからまだご健在だと思うんですよ。<え>もう非常にあの宮平義さんがつったオリオンビールがさっき言ったようにもう750億近くの価値を誇っているということはですね,ね<え>これは誇りにすべきだと思うんですね。年月日 初めて海外へ輸出これはどこに行ったか台湾中流の米軍へ輸出されていったんです。お<ー>でアメリカ人好みのですね、ええ、ライトな味最初はドイ,ドイ,ツ,ドイツ風の,この重みのある味だ渋い味だったんだけど、ええ、アメリカ人好みのこのライトな味に転換したものだから飛ぶように売れたらしいんですね。えー、で1976年6月20日にアメリカへ輸出と。 アメリカ本国へですね1979年12月29日具志堅総生さんは83歳で亡くなられますけどもえーー1989年、えー、その亡くなられて10年目ですね、うん、オリオンビールは着実に従業績を伸ばして、うん、こ沖縄県における国税納税額が104億3700万円ーへーへー県全体の5.2%を占めるようになったんです。えーへー こういった感じでででですすね、ね、うん、やればできるんですよ、ね、先生。そうですね。でこのアメリカ民政府の支援で米軍っていう大きなあのマーケット、ええ、これをうまく作ったわけですよね。ええ、これを仕きれなかった連中が今口を開けば「アメリカ統治はひどかった」<laughs> で。でこの田んぼの外から石投げるっていうような場外ん 上外から石投げるいいうのはでですすねね多わけやればできたんですよこういう感じで。これやっぱりね人間性ですねその人の人柄っていうのがう、ね、アメリカにも非常にですね、はい、あの理解してもらって、はい、そういう協力が得られるわけですよ。そうですね、はい、人柄が悪かったら、はい、この朗読名誉のようなあるいはその。 何かと言ったら反対ばっかりする連中にいくらあれでもこれはあ,あの与えたくないですよ。はいはい。そういう力を与えたくない、はい、ところがこのご指揮さんのように真面目でね、しかもやる気を持ってる人、はい、そういう人にはやっぱりアメリカとしては惜しまないですよ。そうですね。ね、そこが私はやっぱり立派なそのなんかおひ人ごのその。 努力、はい、やる気そういうものがやっぱり体をみな殴っているから相手を動かすアメリカを動かしたということになると思いますそうですね、はい、私が防衛大学の学生の頃都内,に都内の,あの具志堅さんのご自宅に訪問したことがあるんですね、はい、その時に私が具志堅創生さんにですね「ぜひ全国に挑戦されたらいいですよ」って言ったらですね、はい 君ねこの業界っていうのはヤクザの世界と一緒でキリンビールとかアサヒビールとかねはい、はい、大手に下手に内地に進出しようもならななななですね、はい、袋叩きに合うとあ,<ー>あくまでも沖縄のテリトリーっていうのをしっかり守るっていうぐらいの経営理念がないとね、うんうん、下手に戦役を拡大すると失敗するんだっていうことを言われたことがね昨日のように覚えてますいやーこれやっぱりね具志堅さんのね、はい もう何て言うかな、もう本当にあの努力っていうか、はい、お人柄がそこまでやっぱり成功させたんだと、私は思いますねそうですね、えー、あの部下の皆さんには戦後の戦後っていうか、復帰後の沖縄経済を支え,て支えていかれた方々も結構おられるんですねうん、うん。で 社長が一生懸命、ね、指揮官戦闘で頑張るもんだから社員たちも頑張らざ,ざるを得なくてね仕事が終わると各飲み屋に繰り出していって、ええ、あのオリオンビールの社員とは言わずにです、ね、オリオンビールを注文して、ええ、でその店の,店のオーナーたちにオリオンビールを取り引きさせるように仕向けていったんですね。ななるるほほど、なるほど。 やっぱりリーダーですね。そう,そうですね。うん、あの珍しいタイプですよね。普通ね、うん、沖縄の経営者たちは中国人みたいなやつが多くてね、うん、儲かったら二号三三号三を作って <laughs> 高級車を買ってビルを作るもんだから、<laughs> 何か横風がふ逆風が吹いたらいっぺんに吹き飛び吹き飛ばったんですね。なんか主婦を主婦をあの太らせるっていうことだけに一生懸命の人もいるじゃないですか。そうそうそうです,そう,ですそういう中でやっぱり。 具志堅さんはあの非常にそういう意味で真面目にねこの沖縄のこの一つの産業を起こすっていうね、はい、一つの執念みたいなものが私はあったと思いますねそうですねはい、えー。この私は具志堅総生産の部下であったですね金城明希さんとかね多分このテレビを見ておられるあの 関係者の方々はね、びっくりすると思うんですよ。金城明樹さん、金城明樹さんは後を継いで社長になられたんですけど、まあ亡くなられたんですけどね、金城明樹さんとか日賀芳生さん、このお二方はね、うん、本当に具志堅社長の腹心でしたね。名治三胞になっていましたですね。日賀,日賀芳生さんはね、うんはい、国場ごみに、はい、あのいい地位であの、はい、おられました。ああ、そうですか。孝太郎さんに気に入られ抜擢されてね。はい。 であのモノレールの赤字解消にも非常に活躍されたんですね、比嘉義雄さんは。まあ、今もお元気ご健在ですから、まあこう、こういった面では、あの具志堅創生さんには運が,運がついて、いい人材が全部集まってきたと思いますね。でね、視聴者の皆さん、びっくりするかもしれませんけど、当時、労働組合がいかにモラルが低かったかというとね、例えば、沖縄県の中部に外資系のホテルがありました。 今はもうこれはオーナーが代わって別の経営者になってますけどこの関係者が私に教えてくれたんですけどねビアダルみたいな大きなボンベを注文しますでしょ5貫注文したとすればですね2巻はここの労働組合にただから先生5貫を注文持って納品するじゃないですかオーリオンビールが。 最低2巻,2巻はですね5巻のうち2巻はね組合事務所に持っていて届けなければいけなかったあ<ー>まさにねゆすりたかれなんですよこの連中は沖縄労働,労働組合っていうのは、うん、それをねいかにもその自治権確立にあの頑張ったみたいに言ってるけどねこれはもう全くの嘘なんですねだから当時の沖縄の経営者たちは大変だったんですよちょっとでも儲かったらすぐ労働組合にかさらわれるからね、はい 次いきます3日ロ首脳会談露呈した日本外交の限界安倍晋三首相は22日午後プーチン大統領とクレムリンで会談をしました平和条約締結後にボマイ軍島とコタン島を日本に行き渡すと明記した1956年の日ソ共同宣言を交渉の基礎として平和条約締結に向け 2月に予定される日露外相会談などで交渉を前進させることで一致したとメディア報じてるんですけどね、はい、もうわれわれから見たらいいか減にしろと、うん、毎回このように国民に期待を持たせては空振りを続けているとこれはどういうことかでもう一つね我が国のリスクはですね ロシアのクリミア併合ウクライナ侵攻という侵略政策に反対するためアメリカを中心とする G7 はロシアボイコットを講じているけれども我が国だけは抜け駆け,け,けして友好的対応をしていると、うん、もっと突き詰めて言えば G7 の主要戦略は核兵器を含む総合拡張破壊戦略 要するにお前がお前が俺を刺してきたら俺も刺されて死ぬかもしれんけど、うん、お前も同じように刺し殺してやるから2人一緒に死ぬようなという恐怖の均衡なんですね。と和服にははっきり言わせてもらう,、うん、もらうと、うん、おもてなし外交、うん、パターをあげたり温泉に入れて肩もんだりしてですねうん、うん、ご機嫌取ろうとしてるわけ。<laughs> ところがね <laughs> シナ人とか朝鮮人とかね、<laughs> うん、ロシア人にはこういえたのは通用しないわけですよ、ね、先生わでしょ誠意、ね、<せ>を尽くせば相手を分かってくれるという甘い期待、うん、韓国、中国にも裏切られたと、特にロシアのプーチン大統領は安倍首相に25回も会談しているけれども、最重要項目の領土,領土問題は一向に進展しない。うん そこなんですよ、ねうん、ロシアは安倍首相からか,からかうかのように、うん、北方領土の表現自体がおかしいからやめろと、うん、ここまでいいって言うようになってきましたですね。いい、えー、いやいやいや、もう本当に外交面ではもう本当に残念ですね。で私はね防衛大学で軍事学に基づく外交政治外交っていうのを勉強してからですね、はい こういったものの裏を読むのが非常に直感できる好きな好きで得意なんですねこれで分析していきますとですねこの1956年の10月19日、えー、日ソ国交回復に関する共同宣言両国が平和条約調印後にハボマイシコタンを日本に返還すると確約した時代どんな時代だったかこれを皆さんは理理解ご理解されることによってですね、うん 日本の対応もどううあるべきかということとが分かってくると思いますはい、はい、これを若干説明したい、はい、当時第三次鳩山一郎内閣河野一郎農林大臣対ニコライブルガーニー首相、ねうん、がこの交渉での現場で町長発信やったわけですけど河野一郎農林大臣はまずですねものす当時ものすごい規約でね、うん、テーブルをバンバン叩いて、うん、私はこれ調印しない限りは絶対帰らんというぐらい規約があったらしいんですね。はいはいで 当時ソ連が最も恐れることがあったこれはね下手に日本国民を刺激するとこれまた軍事大国に復活してきたら大変なことになると、はい、どうしてどうしてかロシアって国は国土が広いからロシアをやっつけるには東と西,西と両方から攻めないといけないこれがもう鉄則なんですね、えー、日露戦争の時もこういうふうにして我が国は勝利していったわけですけども。 でこ,れこの時系列的に分析したものを皆さんご,ご覧になってほしいですねまずね1949年にドイツは東西に分割されます東ドイツはソ連の支配下に入りますですね、はい、ところが西ドイツが立派だったのはね半分ちょん切られてもびくともしない、はい、1955年5月5日、はい、日本でいうと子供の日だけどね 西ドイツは主権回復とともに憲法を改正して、再軍備にかかります、翌<ー>年、これはね、日ソ国交回復に関する共同宣言が発せられた1956年、7月7日、なんと西ドイツは徴兵制を再開、えー、NATO の中核へのし上がっていくんですよ。えー これにはねロシアだけ、ソ連だけじゃなくてね、イギリスもフランスもビビったわけです。はい、またこの連中やるのかと、とにかくこの連中強いから、ゲルマ民族はということになるわけですね。で,すねで、ソ連はね、これ威嚇するために、1977年に、私が時々説明してますけどね、1977年にですね、ソ連は SS20 という中距離核ミサイル、これ多、はい、多弾頭でね、 300発を、ね、300西ドイツをはじめヨーロッパに向けた<ー>標準標準,標準して、ね、300発を配備したんですね。はいはい、西ドイツはビビるどころかですね、うん、対抗してアメリカからパーシング2というミサイルと巡航ミサイルを持ってきてね、うん、モスクワの心臓に向けたんですね。はい、はい この規約にもとにかくびっくりしてね、ソ連は徐々に S.S.20 を撤去していくわけですよ。そして1990年7月、ついに西ドイツは東ドイツを奪還してですね、取り戻します。なるほどなるほど。おまけにですね、1991年12月にはね、ソウエトはついに崩壊していくわけですね。先生これなんですよ。私はね、日本国民がね、これぐらいの規約を持たん限りね。 さっき言ったみたいにおもてなし外交ではねことですよううこいう気迫を持ってやっていかないといけないでこの近世においてね一番あのロシア人が心臓が止まりかけるぐらい不安だったのは1941年の初頭。 1941年の6月22日にですねドイツ軍ヒットラードイツ軍がソ連,ソ連に侵攻開始しますはい、はい、最初はもうモスクワに迫ってくるんですね電撃作戦で一挙にね、うん、するとね7月7日日本帝国陸軍はですね満州ソ連満州ソマン国境においてですね、はい、関東軍特殊演習っていうのをするんですよなんと74万人演習 動員したんですね、はい、大軍団をこの時はねモスクワの首脳,首脳たちはね心臓が止ま,りす止まりかけるぐらいビビったらしい<ー>本当は先生でもねこれぐらいの気迫,が気迫を持ってねプーチンを揺さぶらんとねいけないと僕は思うんですよ。うん、やっぱりあの昔の日本はそれだけの勇気があったんですよねそそうですそうですですすさっっきも言たたみたいにね。 戦争で勝つんではない総合核商破壊戦略といってお前が来るんだったら俺も死ぬかもしれんけどお前も刺し殺してやると、ええ、お互い滅びるからいいそれでもいいかっていうぐらいの気迫ですよね。これねあのさっきの、ね、ソ連とね、はい、あ,のあれかこ、えー、300, 300発,300発で、ね、準備した、はい、ところが西ドイツはアメリカからもっといいものを持ってきて向かった。 発こ,この軍備というね、はい、一つの軍備というものがいかに大事かそうですやっぱり強い方には攻められないんですねそうです,そうですで弱いから攻めてくるんですねそこら辺は ここはまあ学ぶべきですねそうですで日本はでそうですねただね宿は日本人には宿はみたいなのがあってね現カトリックで言うと現在みたいなのがあってですね先生、ええ、戦前ね戦前ね同じような失敗をしたことがあるんですよ。これはねうん、うん、昭和2年の3月中国が内中国に内戦が勃発してうん、うん、国民政府軍が中国国民政府軍が南京に入城してきた際に、うん、えー 米国領事館に乱入して避難中の居留民を暴行してねそこに避難中の白人の女性たちをかか片っ端からレイプしていったんですねイギリスが主導してですね他、えー、国籍軍を作って、えー、この報復のために漢方射撃を、えー、この城内に実施したんですね漢方、えー、射撃をね、えー、ところが日本だけいい子当時し秀原喜十郎っていうのが総理だったんですけどね、えー、彼がね 日本だけは中国から覚えをよくしようとして発砲しなかったんですね、うん、この多国赤軍に加わらなかったんですよすると中国軍は手を振ったかというと大間違い日本国民だけ日本人だけ狙っていった、うん、そして3月24日第一次南京事件が発生します南京の日本領事館に避難していた扶助士がですね,ね一挙にレイプされていったんですよ、ねね、ああ。 ここういういとがあってですねとにかく先進 G7 とは歩調を合わせてですねその対ロシア政策対中国政策をやっていかないとですね、うん、自分だけいい子になろうとして話せば分かる、うん、そしてこの思いやりがいこうとか言ったらですね、うん、完全に手玉に取られるっていうことですよ。いやいやもうこれはね本当ににあ,あのなんていうかでいもうか対策に 全くお手上げになってしまいますね、そういうことばっかりやってたらで、ね、日本のメディアもです、ね、これを相手がどんなに、相手はそれに対してつけ込んでくるから、そ,うですそれをどれだけ返せるかって、日本はそこができないんですね、はい、今。そうなんですよ大体ですね、私はね、安倍首相は尊敬してるけどね、あまりにもね、こ、うん、びを売りすぎだと思います、媚びを売りすぎる。うん、例えばですね、うんうん あの北京の,あのフィギュアスケートのメダリストのザギトワがですね<え>秋田県が欲しいって言ったもんだから、うん、欲しければやるから取りに来いって言えばいいのにね夫妻<え>でロシアに飛んでいって引き渡しの賞をしようとした<へえ> <laughs> そうしたらプーチンしたたかだから、うん、安倍夫妻をたして1時間近くずっとたして、うん、見せ物にしてやっとザギトワが来てあげたわけです秋田県を。 国賊ですよね恥ですよねこういったことをね日本のメディアは解説しないんですよ、はあ、秋田県をやったら北方領土が帰ってくると思ったと思うけどねとんでもないですよいやだからもうなんか私やっぱりあれなんか見てもね滑稽な話でしかなかったんですけれど何、はい、だろうねって本当に。 ななんかね、もう考えられないいですね、はい、あ,あいうことばっかりやっててだからね私はねこの視聴者の若い皆様には申し上げたいけどもう日本の戦後体制はねもう限界に来てるわけですね、ええ、まさに徳川幕府の末期みたいなもんでね新しいデジウムを作っていかないと、ええ、流れを作っていかないとねこの国は僕はね下手すると最悪最悪最悪ですよ。韓国の 冷蔵庫に入るんじゃないかと思うんですよ韓国のですよ、うん、思います次いきますね国際時間がありませんからちょっとスピードを上げますね国際,ロマンス国際ロマンス詐欺に注意、えー、沖縄でも結構被害が出てるようなん,なんですけど facebook 等でですねあの私は独身です私は米軍の高官ですっていう感じでアクセスしてきてですよ、うん、で。 急に万万とか150万が必要だから支援してくれっていうことで金だけ持って逃げていくんですね。えー、そうしてくれたら私は君と結婚するっていう感じでね、えー、アメリカの高級将校みたいな真似してこうアクセスしてきて沖縄の女性が何名か犠牲あの被害に遭ってるんですよ。ところがねよく注意してほしいのは男性にも迫ってきてるんですよ今。<ー>例えば私に来たメールはね 私はアメリカ陸軍士官がこう出ました、はい、アメリカの陸軍中佐女性の中佐です、えー、で現職はナースですって書いてあるから、うん、アメリカの陸軍士官がこう出てナースになるってことはねまず絶対ありえないことだから、えー、お前バカかってメール送ってそれでやっつけてやったんですけどね、えー、これも真面目な沖縄県民は騙されるかもしれません<あー> <laughs> だからあ日本国民もね心が良すぎて、えー、だからね騙されないように。 これやってる連中はアフリカの連中ですからねアフリカとかあのあの中,中東の,、ね、あの連中悪,悪党連中ですからねとにかくさないように気をつけてください、はい、次いきますメディアの責任朝日新聞とかね毎日新聞も攻撃したいけどこれはあくまでも沖縄の声ですから沖縄のメディアだけをターゲットにしたいと思います まず一つ沖縄タイムスの体現証言証言というのを見てましたら今月上旬切り抜きするのを忘れたのでちょっと嬉しいいただきたいんですけど磯野直っていう新聞記者がね知ったかぶりしてこういうことを書いてるんですよ体現証言にですね「うん、沖縄の米国統治時代は水まで米国の管理下にあった」って書いてるもんだからね <laughs>、ええ、私はね「お前アホか?」って言いたいんですね。うん ダムはね戦後全部アメリカ陸軍工作隊によって作られたんですよ。ええ、ダムははなかった戦前はしかもね戦前は雨水をためるために家庭商店とか家庭の場合に水がが置いてあったんですね。はい、あった,あったねでそれに水をためて必要な分だけ汲み出して使ってたんですね。ところがですよハンセン病が非常に沖縄では流行していて流行っていて蔓延していて。うん ハンセン病患者の方が物声に来るわけですね、このうちに。その時に応じた人たちは無事だったけど、お前目覚われから出て行けとか言った電柱はね、夜中仕返しされたんですわ。人糞をその亀にぶち込まれたわけ。人糞を、人はわからないで、あれ、変な味がするなと。見たら人糞だったということだったわけですね。こんな環境の沖縄でですね、衛生面で水を徹底的に管理しないと、 これはもう非常にバイタルな危機を迎えるわけでしょ、はい、この磯の直っていうのはこういうの分からないんですよ。ああああ戦前の沖縄がいかに貧乏で社会からあの先進地域と比べてですね遅れていたか、うんうん、こういうのわ分からないでねとにかく沖縄県民はかわいそう沖縄県民をかわいそうアメリカに差別された日本に差別されたって言ってるだけでね <laughs>、えーえー、もっと勉強して出てこいって言いたいですよね。えー、でもう一つ これは、ね、一回私、琉球朝日放,放送でテレビ番組に出たときにジャハナという記者、これはアメリカで勉強してきたっていうけど何勉強してきたかなと思いましたね、うん、こ,のこの人の会話を聞いていて、うん、彼が何て言ったか米中は経済的に密接な関係にあるから戦争とか紛争は起きないと。うんえー、これははね僕その後空港,に空港で彼に会ったから、うん ノーマンエンジェルっていうのを書いた「大いなる幻想」っていうのを読んだ方がいいよとこれはね第一次世界大戦の数年前に発行されたものでその著者,著者はですねドイツとイギリスは経済的に非常に密接な関係にあるから、ええ、戦争など起きるはずがないって言ってたんですね、うん、起きたじゃないですかしかも第一次大戦第二次世界大戦とも熾烈な戦いを行われたわけでしょだからね 私はね人間間だから間違いは必ずあると思いますはい,はい、はい、あったらねああ間違いがあったって気づいたらですね読者者とか視聴者の前でで謝,謝るべきですよねそうですねそうですねこういうことをしないでただただ垂れ流ししてるもんだから、うん、沖縄とか日本のメディアはねだめ、うん、だと思いますねそうですよね間違ってたら間違ってましたってわべこういう訂正してほしいなと思いますで最後にいきますねはい 長崎で講演をしてきました。メインテーマはですね、皆さんはね、今沖縄の沖縄がこの住民投票とかなんとかで非常に揉めている状況を見てですね、沖縄の実態をとても知りたがっているんですね。うん、で私が言いました、沖縄には本格的な冬がないから備えるという意識がないと。うん、だから国防防衛問題でもですね、非常に幼稚な発言しかしきれないと。 それが一つ、二つ目に、米軍専用施設の70%が集中しているというけど、これはね、正確には在日米軍基地の 20%, 20しか沖縄にはないと、はい、しかも基地がある,上にあるゆえに、毎年1兆2000億円以上の金が沖縄に投下されていて、はい、沖縄県民はもう使い道に困っているということですね。はい、そしてもう一つ 基地があるから甘やかされていて他府県の知事がやってる重要な仕事なぜか何かというと次年,度のあの次年度の県予算の折衝ですね、はい、各省庁もあってやる接種、はい、これを内閣府が代行するもんだから沖縄県知事はね寝ても起きても基地反対って言っとけばいいと <laughs> 中学生卒業でレベルでできますと、はい、で実際今玉木デニさん見てて先生感じるでしょいいやいやももううこれはねもう全く あ、知事の仕事って本当にそれでいいんですかっても、もう何回でも問いたいですね。そうですね。僕はね、はい、高崎山の猿連れてきてね、それに県知事っていう発ぴつけさせてや,やらせても務まらと思いますよ。そのね、なんか住民投票でもね、はい、これを仕事と思ってるかもしれませんがね、これ仕事じゃないんですよ。はい、遊びですよ。遊びですね。はい、お祭りですよね。フィリピン、フィリピンでよくあるんですけどね、お祭りですよね。はい、とにかく何か騒ウキサ材料を作って。 作ってででですすよ騒いでるわけですねだってこれ何で意味もないことをやるんだから、うん、これはもう本当にねあの遊びでしかないでまあそれでですね私はね自慢もしましまた沖縄県内に残ってると叫びたりなって道で、ね、寝転がったりしてですね大変だけど沖縄から海外に移民していった人たち、うん、これは非常に苦労して頑張ってですね、はい ハワイでもアメリカでもね今社会の中枢にまで達してきてるとで僕は何を言いたいかあんまり沖縄沖縄政府はね沖縄沖縄って甘やかして金だけばらまくなって仕事しないで酒飲んで寝転がってばっかりいるということを言いましたらね皆さんほっとし,たして真実が分かったもんですから先生真実が分かったもんだからほっとしてねなんだかわいそうな真似をしてるだけじゃないかということになったんですよ。 あのね、2社択一だったのを今度は3つにしたからねはい、これでまたやりますと言ってますね他の市町村も全くね子どものねごとじゃないですか私も思いますこれはね血の数が低いなと思いましたねはっきり言ってね一番いいのは投票に行かなければいいんですよそれが一番の使用時だこれが知事のやることなのかっていうの本当に私たちは残念ですねこういう知事の。 あまこれを仕事としてやってるんだって思ってるんだったら、もう実にこれはね許せないんですよ。はい、でささっきもドイツの戦後の国防政策に示したようにですね。はい、国防政策っていうのは思いつきとか好き嫌いではね論じられることじゃないんですよね。はいはい。百年の体系を立てて国家生存のためにはこれだけの覚悟と自己犠牲を払っていこうっていうのが国防政策でしょ。なんからこの辺野古問題をそういうことでね。うん なんか操るなんてねもう本当にこれはもう馬鹿げたことなんですよそうですね、うんはい。なぜ口が必要かっていうことも考えきれないそうねそういう人たちがこれで一つの仕事をやって遊びをやってれこれを遊んでてああ一つのあれだと思っておもちゃにしてるこういうことにしか私ならなもう少しやっぱり議員の先生方ねあるいは市町村長、うん もっと勉強してくださいよって言いたいいよ言たですねはいはい、そうですねそれで最後に申し上げますけど今約700億ぐらいでオ,オレオンビールを買収した証券会社がですね下手したら中国企業に売るかもしれない、はいうん、そうしたら移民法が4月から改正されますから中国人がどっとやって,やって,やってきてねオレオンビールは三つ星から五星高期の <laughs> マークに変わって <laughs> 沖縄人は出ていけと。 ね、有事でが来るかもしれない <laughs> これはもう <laughs> あのやらないともかけらないですよそういうことでですねこう住民投票住民投票だけで島全体が浮かれていますけどね、うん、こういうことじゃなくても,もっと沖縄を取り巻く状況は激変してるから、はい、それに対応できるような努力をしてほしいということ、はい、そして内地の皆さんに申し上げますけどす、はい、沖縄問題は正しく伝わっていません県外にはねいつでも呼んでください,読んでください私は勇気を持ってね これはこうですということを真実で言いますから、ええ、結構内地の人たちは騙されてるんですよ。とそういうことで、ね、いつでも読んでください僕は言って、ね、真実を全部言いますから中には、ね、私の話を聞いて目が覚めましたと明日から私が所属している左翼団体辞やめますという人もいますからね、はい、そういうことで勇気を持って戦いますから皆さんあのまた引き続き。やっぱり 正しいか正しくないかをはっきりと判断のできる県民であってほしい。はいうことで今日もまたご視聴ありがとうございましたありがとうございました。<music>